北海道道124号宮野沢北一上線は北海道札幌市を通る道道である。前線が国道5号の旧ルートであり、国道がバイパスの札幌新道へルート変更された際、道道として認定された。前線が札幌市管理路線であり、札幌県都市計画道路の北5条、手稲通、西25条目通り。 北一条宮の沢通りのそれぞれ一部である。札幌市西部と都心を結ぶ最短ルートであり主要な幹線道路の一つである。札幌と樽市を結ぶルートとして、この道路は古くから幹線道路として重要な役割を果たしてきた。原型となった道路は北海道開拓期の極めて早い時期である1798年に改作され、 1857年には道路らしい道路となった。その後、1872年には、千箱までの馬車道路として整備され、1885年には国道として指定されている。1934年には、札幌とオタルを結ぶ鉄道省営自動車が運行を開始し、当時同王の経済の中心であったオタルとを結ぶ幹線道路として、 サッ国道という呼び名で広く呼ばれるようになる。1983年に国道5号が札幌新道へルート変更され、当該区間は道々となり、現在に至る。道路線の内以下の区間は札幌県都市計画道路として都市計画決定されている。道路通称名標識道道路線名が表記されている沿線にある施設など、ありがとうございます。